ゃあ次ですね、カンティナスペーサーズチョイスの酒場の方にちょっと入っていきたいと思います。ちょっと外から先見ましょうかね。まあ酒場ですけど、うん、窓もね、他とちょっと違っておしゃれな感じになってますね。他あんな感じですけど、こっち結構こういうチェックの柄が入った綺麗な感じですね。あ、結構でかいね。あ、結構でかい。奥行きがあるね。やっぱり住民の人は結構染まっちゃってますね。この二人の会話でも伝染病はいつになったら治るんだろうって言ってますけど、まあ働けば大丈夫っていう感じでね。うん。まともにはちょっと話し合ってない感じですね。ここも結構広いね。うん、大きい。酒場結構大きいね。テラスもあるね。フード、スモーク、ビール。うん。で食べ物もタバコもビールもあるよっつって。あ、結構立派ですね。テイスティーザ・フリーダム。サルツナマグロの宣伝のやつですね、これね。ああ、ちょっとだいぶ汚れてますけど、まあいい感じの絨毯ですね。うん、汚れ方がまたこれリアルやね、これ。ああ、リアル。結構なお客さんがいますね。時間帯的にそうなんかな。まあ夜やもんね、今ね。うん、夜なんで、まあまあみんな働き終わってね、お酒飲みに来てんでしょ。ちょっと主人とかともお話ししたいんやけれども、ちょっとその前にね、ちょっとこの辺いろいろ見ていきましょう。ピアノがありますね。あ、でも結構ピアノは今とそんなに変わらない。ちょっとだけまあまあ新しくなった感じですけど、結構いい感じの、結構好きやね。このデザイン結構好き。あ、でも壁ちょっと破れたりしてるね。やっぱり結構ボロボロにはなってきてる。ただこれが人為的に壊れたのか、劣化で壊れたのかやね。まあ事故か、あるいはね。これがもし劣化やとしたらだいぶ早い気はする。たかだか言ったって40年ぐらいでこんな風になるもんかな。で、この辺も規格はほとんど一緒やね。これ多分テレビ映像なんか映せるようなものかな。草が添えられてるけど結構雑草っぽい感じやね。あー、ここはバーのマスターの資質やね。何も分かりそうなものはないかな。でね、結構ね疑問に思ったんやけど、まあこれ、いや汚いな、これ。これトイレじゃないの？水漏れしてんじゃないの？これ水漏れしてるね。こっちシャワーやもんね。いや、なんか嫌やなあれ。うん、でちょっと一個思ったのが、これタオルでしょ。まあ、もちろんお風呂とか上がったりとかしたら、まあ、タオルで体拭くじゃないですか。洗濯機ないなーって思ってるんですよ。この世界。どれが洗濯機なんやろ？洗濯するものがないんですよ。なんかそういう設備が。それがないのがちょっと不思議。どういうことなんやろ？タオルはもう使い捨てにしてんのかな？この世界は。どっかにあるんかもしれへんけどね。ちょっとそれが個人的には、ちょっと細かいけど気になった感じでね。はいはいはい。テラスにはお客さんはいないみたいね。一応あそこ見てね。あそこ見て、この診療所を見て、この横の雑貨店はまだ行ってないんやけれども、じゃあちょっとバーのマスターにお話聞こっか。さあ、ここのマスターはどういう価値観の持ち主なんでしょうね。ちょっと面白いね。あ、女の人やね。アメリア・キム。I don't know you. これ嫌味ですね。そこは初めましてでしょ。この街は優しくて温かい人ばかりね、つって。普通に自己紹介しときましょうか。アメリア・キム、スペーサーズ・チョイス・ベベレッジ・ディスペンサー。I don't know what you're about, but this here is a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hardworking company folk here. みんな忠実で真面目な会社員。うん。スペーサーズ・チョイスの飲み屋ですね。この人はバーのマスターです。まあドリンク販売員って言ってますけど、まあまあ、一応ここの主ですからね。女の人やったんや。ああ。この店について知っておいた方がいいことはある。Am I that easy to read? Yeah. We've been having some problems lately. ロイヤリティの問題。Loyalty issues.Lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. 脱走者？その脱走者とは誰のこと？ Traitors. The lot of them.働くのが嫌になった連中がごっそり抜け出して、荒野の中自分たちだけで生きていこうとしている。この町は持ち場を放棄したボンクラ集団抜きでノルマをこなそうと頑張っている。ぐうたらで無能なラングリーチども。やっぱり、ここの仕事が嫌になって脱走する人もいるみたいですね。だからその、まあ、さっきから言ってる通り、結構ひどい構造になってるんですけど、まあ、そこで言ったら、その、企業理念を忠実に守る、まあ、さっきのコンラッドであったりとか、診療所の人とかね、サイラスとか、まあ、ここの企業理念をしっかり従って、その上で頑張っていこうと思っている人たちと、まあ、価値観で言えば我々に近い、こんなひどいところで働けるかっていう脱走者っていうのもいるみたいですね。
で、その脱走者が抜けたことによってノルマが達成できない。まあ、ノルマを達成しようと頑張ってるってことですね。その残った少ない人たちで。で、このノルマなんですけど、おそらくね、あの、評議会から企業に対して課されているノルマやと思います。こういう風な利益を上げろっていう、こういう風な結果を出せっていうノルマを多分上げられてるんやと思います。The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something.で、試しにこの人にホープについて聞いてみたんですけど、ホープについては全く知らないみたいですね。新種のカクテルですかつって。Yeah, I got vague recollections of some folklore about a mysterious colony ship. 謎のコロニー船の言い伝え。あ、だから言い伝えレベルですね。言い伝えレベルでしかホープのことは知られていない。The Hope's folklore, alright? 60-70-year-old folklore by now. The board don't approve of spreading seditious rumors and falsehoods.You're inviting trouble talking that way. And I don't want a part of it. ちょっとここは引っかかりますね。ホープについての話をちょっと聞いてみたんですね。じゃあ、まあ、ここの人はもうホープのことについてほとんど知らない。まあ、でもだいぶ前の話ですからね。で、それも機密事項っていう形にされていて、まあ、他の人には伝えられていないんで当然なんですけれども、ホープは言い伝えのように伝えられてるみたいです。で、お話聞いてみると、ホープは言い伝えだよ。60から70年前からの言い伝えって言ってるんですね。60年前やとしても、ここに入植を開始した頃60年前じゃないはずなんですけどね。今2355年なんで、それのもし60年前やとしても2295年。なんで、まだ入植船発射もしてないですね。ここはどういう風に認識しようか。まあ、これについてはちょっとあんま考えないでおきましょうか。ここについてわかる人がいたらぜひコメントで教えてください。Family's workspacer's choice for two generations, and I've lived in Edgewater just about all my life. Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. Glad I disabused myself. What happened, you ask? What always happens when you're dreaming? I woke up. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work.So I did the right thing and worked the life I was always meant to live. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you going to pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing zero-G? Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice put me where I belong. And for that, I am grateful. They did. They gave me a life. Gave me a purpose.This is where I belong. まあこのアメリア・キムっていう人のね、ちょっとね、長めに話してみたんですけど、だいぶ面白かったですね。まあ、この人の訴状について聞いてみたところ、まずこの人の家族は2世代にわたってスペーサーズ・チョイスで働いてきたとおっしゃってます。なんで、まあこの人含めなのか、まあこの人の前に2人いたのかなんですけれども、ずっとエッジウォーターにいたみたいです。で、その上でこの人は科学者になりたかった。科学者になる夢があったんですけれども、まあ途中で自分の学力が足りなかったりとか、っていうことで、まあそれを諦めたっていうことですね。そしてスペーサーズ・チョイスで働き出したんですけれども、スペーサーズ・チョイスはこの人が言うところで言うと、すごく自分に対して良くしてくれたと。私に命を与えてくれた。生きる目的もここが私の居場所だと思えるようになったと。だから話してみると面白いもんですよね。まあ、この人は、まあ、その企業の体質がどうこうとかいうところに疑問は持たないけれども、自分はここで働くことになって、今のところ幸せに過ごせているっていうふうに言ってますね。まあ、言ってしまうと短いですけどね。話してる間結構面白かったです。じゃあ次はこっちですね。ジェネラルストア。雑貨店ね。ジュリアス・モロー。商品いろいろ並んでるね。で、これ今使えないんですけど、また使えるようになりますからね。これは、自販機ですね。ちょっと話聞いていきましょうか。It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. もう完全にスペーサーズ・チョイスの社員ですね。この人もスペーサーズ・チョイスの商品を売る人ですね。だからもう完全に企業側やね。でデラックスサルツナマグロっていう商品もあるみたいねんけど、それは品切れ。今あるのはグルメ感だけだって言ってますね。いくつか質問があります。Go right ahead. ここについてどう思うか。What? You mean Edgewater? That's a peculiar question. This is a test. Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. 誰かに多分聞かれると困るからかな。
私を試そうとしてるのかって言った上で、ここは素晴らしい場所だ、最高にハッピーって言ってあるんで、まあすごいその評価を恐れてるんでしょうね。このスペーサルチョイスっていう企業で働いてる人たちは、その会社に対して悪いことを言ったりとか変な噂を流すと評価が下がります。評価が下がるっていうことは、要するにさっき言ったように医療手当を受けられなくなったりとか、そういうことがあるんで、そこに対しては非常に敏感やと思いますね。どれにしましょうかね。そんなバカなでいきましょうか。 If loving the place I work makes me crazy, then haul me off for mandatory re-education. I don't get paid for banter. Was there something you needed?うん、あまりその話はしたくないみたいですね。伝染病が流行っていると噂に聞いた。Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. 何も知らないっていうことはないと思いますね。多分知ってますね、これは。なぜ隠し事をする？ You have got the wrong idea about me. I've got nothing that needs hiding.たまたま病気に陥った人間は症状を大げさにアピールしがち。だが実際のところ一生懸命働いていれば心配の種もなくなる。ああ、これさっきと一緒やね。うん、一緒ですね。だが仕事に誇りを持って働いて懸命に仕事をしていれば病気にはならないっていう考え方をこの人も持ってますね。もしくはまあ持っているふりをしてます。それはどういう意味？適者生存、ただの自然の法則ではない。これは社内規定でもある。医療ケアの質は個々人の社会的価値に比例する。大事な労働者にはどんどん薬を与えるというのがスペーサルチョイスの方針。またに自然淘汰。だからこれこそさっきの話やね。大事な労働者にはどんどん薬を与えるが、大事じゃない労働者には薬は与えないっていうことですね。薬を与えないイコールそのまま死んでいけってことなんで、だいぶやばいと思います。仕事ぶりが甘かったらどうなる？医学の恩恵に預かることは叶わなくなり、自分の根性だけで回復を果たす必要が出てくる。社内規定の話を続けていると頭がクラクラしてくる。で、正直あんまり多分ね、まあ、全ての人がっていうわけではないと思うけれども、まあ、この社内規定っていうのはね、相当厳しいんやと思う。で、その社内規定を違反したりとか、社内規定の中でその優秀ではなかった人っていうのがどういう結末に陥っていったかっていうのを、このジュリアス・モローっていうのは多分知ってる。だから同じ鉄を踏みたくないから、自分は社内規定についてはもうしっかりと厳守して、他の人に言われたとしてもしっかりとした答えを返そうとしている。でもその返そうとする行為っていうのがしんどいから頭がクラクラしてくるって言ってる風に僕は認識しました。だからこの人も頑張ってんのね。頑張ってるけど、まあそれはスペーサルチョイスっていう企業に縛られているのかもしれないっていう形ですね。誰か気をつけた方がいい人物はいるか。Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. まあここにはですね、後でまた説明するんですけども、サイエンス振興会やったかな？ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、そういう宗教があって、そこの牧師の人がちょっと怪しいと。ここにいたくないんじゃないかなみたいな風にこの人は思ってるってことですね。他に誰かいますか？ I'd keep a few paces between myself and Miss Holcomb, the town mechanic since her dear father left the workforce. No ill intent in her, mind. Just a queer sort, restless, scatterbrained, inclined to do first and think after, if you take my meaning.このホルコムっていうのは皆さん大好きパールバティのことですね。落ち着きがない、注意散漫、考える先に行動するタイプと言えればわかるかなって言ってるんで、まあそういうことですね。まあでもやっぱりね、この人たちがおかしいと思う人っていうのは我々から見て普通な人が多いんですよ。で、やっぱりこっちの価値観が、まあこの世界ではずれてるんですけど、やっぱり我々からするとこの世界はだいぶずれてるってことになりますね。これで全員？アメリア。Definitely Amelia Kim. I advise against stepping foot in her drinking establishment altogether.Word is, they're gonna replace her with an auto mechanical barkeep. She's, what's the word? Obsolete. You don't want to associate yourself with that kind of person. まあ多分ね、さっきみたいに、まあ自分の何やろうな、その昔の夢を捨てきれないみたいな、もうそういう考えを持ってる人はダメっていうことなんで、多分そういう噂をどっかで聞いたんやろね。まあまあここでのお話はこんなもんということで。だからまあここまででもまとめさせていただくと、まあ企業っていうのは相当厳しい社内規定で住民を縛っている。で、その住民もかなりその社内規定に沿った生活を、まあ、強いられているのか、まあ、それに理解納得して働いているのか、少なくとも我々の価値観からすると、かなり、イカれてる世界っていうことになりますね。If you're falling sick, I don't want you near me.